Hi guys, I'm Bomi. I'm glad to see you here and welcome to Bomi's World. So today, we will watch One Piece, episode 683 and 684. Before I start doing this video, please like, subscribe and hit the notification bell. And don't forget that I have Instagram and TikTok where you can see more content. So we all set, then let's get started. いいか、このゲームはいわば国王を決する選挙だ。国民が王を選ぶ当然の権利だ。ママにくない、バカラを殺されたいのか。来ないの、絶対に来ないの。俺たちは来る者を叩き潰し、消し合う者たちをゆっくり傍観していればいいんだ。クレイジー。ダフィー、俺はWow, they are going like to fight such a team. Close team. She pretends to be kind. I mean, if talk probably about them like Nakama, like the Flamingos team, then they are.Pretty nice, like you know, like Luffy's team. They're close. お前。はい。And loyal. 家族はいるか。はい、おります。俺は8歳で母を失い、10歳で父を殺した。幹部以上のメンバーは長く苦楽を共にした俺の家族だ。俺にもこいつらしかいない。家族を笑う者は俺が許さ。いいな。Because I mean, that's quite cute actually. That doesn't mean the Flamingo a good person, but the team, as team, they are good. That's not a mess. 地形が動いて、コロシアムと外壁が王の大地に接触してる。あそこから登れば、みんなに合流できる。俺の邪魔をするな。But I think any fan goes there. I don't.何をする気だ。機械に関係。Wow. It looks like Monument, but.She's real, you know, it's nice. さあ、我がファミリーに駆けつく者たちは、俺が相手だ。 Oh my god, Luffy will laugh. Yeah.Oh my gosh. Not that it's effective against the Luffy, I guess, I hope. I mean, cute. Hey, Gomu Gomu's so fantastic.
まいな。かし飛んだな。ここどこだ。さあ、王宮からは離されたようだな。さあ、岩石同化人間、オーズの火じゃねえデカさになりやがった。せめて倒し方さえ分かれば。麦わら、キャベツ。海賊狩りのゾロッカ。どうして？そしてトラファルガー。何すんだ、こいつは俺の仲間になったぞ。どうしてロスで気になるの？まだ俺が飲んでんのか。いや、君たち麦わらの一味はもう狙わない。なぜなら君の仲間ゴッドウソップに僕は人生を救われたんだ。己の身を投げ打ち、多くの人々を救った彼の勇姿は忘れない。仲間を寝られると嬉しいな。ああそうだ、これは君の帽子だろ。コロシアムの前に落ちていたぞ。かぶせてやろう。さあ前へ出る。お前なんか信じられるか。お前だ。ああいいだろう。僕今忙しい。スペシャルプログラミングを打ち取ることにしたんだ。何？あとは僕に任せる。いいねよ。If he can do it, that's cool. それは俺がやるから。あ、OK。俺こそレベッカに弁当を奢ってもらった恩があるんだ。お前の戦いの攻撃、飯だったのか。無理だろうが麦わら。どうやどうやどうや。What the hell is this? この声は。待てガプドラモ。探したぞこの野郎。I think they want to say thank you. 勘違いするな、ガープの孫。己の一族への恨みなどとうに消えておる。わしは己のみならず、己の仲間、ゴトウソップにも救われた。ウソップに？恨みをぶちのめすことで己とゴトウソップに恩返しをすることにした。Because he can fight with Pika. やめろよ！ドフラミンゴは俺がぶっ飛ばす！なんだと？まあ、いた。麦わらのルフィ、試合が僕のミスになるぞ。エルバフの戦士の誇りにかけてドフラミンゴを撃ち恩返ししたい。お前まで何言ってる。とらけたこと。Oh my god。我がプロデンス王国はかねてより陸王にも恩がある。我こそがドフラミンゴを撃ち沈める。そうおっしゃっている。賞金などは欲しくはない。いや、奴を撃ち取るのは俺たちで。ファイトスピッカーガイズ、ハンバー。やはり忘れ私、残機させてくれ。ドフラミンゴなら我が撃ち取る。破壊こそ恩返し。処刑なら俺の仕事だ。ドフラミンゴは俺が仕留める。ドフラミンゴは俺たちが倒す。お前らは俺たちの援護に回ってくれ。あがい、俺がドフラミンゴを倒す。おい、シュナバン。こいつは我が強すぎる。お前らな。どいつもこいつもいい加減にしろ。ドフラミンゴは俺がぶっ飛ばすって言ってたろ。なんだか。恩を返す言ってんのに分かんねえのか。Oh my god, you got me angry right now。 そうだ、せっかくやるのは俺だ。俺が破壊する。処刑執行人は俺だ。仁義、人気、誇り、行こう。帰る。いい仲間、見つけますか。麦わらの一味です。ここに戻ってきたようです。逃げますよ。後ろに残す。さっきの3人それとも、僕、まだ。I mean, that many people, probably now, it's good. Russia の参加者だ。リカ様。なんだ。動きあった。こっちを狙ってみる。教師、わしに任せておけ。They are the same.King Kong is really good at him.
be part of his body, of Suka's body. Oh my god, like I mean for just army it looks like they are fighting together. They're together but not together. I mean of course this Nakama is so calm, they're so strong with the whole music together. フィーカ様を止めたのはやっぱり麦わらたちだよ。この王宮へ向かってくる戦局は4カ所。新世界各地の猛者たちが集まったコロシアム軍団。元陸王軍軍隊長にしてコロシアム史上最強の戦士キュロス。おとなしく捕まってくれキュロス。お前たち捕まえなければみんな死ぬのは時間の問題だ。12人の受刑者たちには犠牲になってもらう。その判断を責めやしないが、ならばなおさら先を急がせてもらう。私にやらねばならないことがある。さあ着いたぜ。わあ、おいしいよ。おじょうの人くるらラディカルビー。特別にそんな攻撃じゃ工場はビクともしねえんだが。大変一応お前とケリをつけてきた。敵いんのかい。それが男だ、ボーイ。あぶねえ、ルフィ先輩がいねえべ。当然よ。当然ってはこれいかに。ルフィは同じ場所に5分とじっとしてねえからな。ああ、リーダー、ふう、海賊王さすがだべ。あったわ、お父様。トラファルガー・ローの手錠の鍵、私の千里眼でやっと見つけた。待てビュー。ああよかった。あいつらは何だというの。海賊だぞ。彼らこそこの国の見せかけの平和を壊してくれる無法者たち。私彼らに麦わらの海賊たちにかけたの。世界政府が七部海の称号を与え、この国に君臨した海賊ドフラミンゴにこれだけの傷を負わされたのに、今さら正義を掲げた海軍や政府なんかに助けてほしくない。聞こえないのよ、自ら出した犠牲者の声が、この国の怒りの声が。権力者の耳はいつも都合よくできているから、少なくとも麦わらたちの言葉には血が通い、彼らの行動は心と共にある。俺が必ずドフラミンゴをぶっ飛ばしてやるから、俺の仲間のそば離れんな。That's true, like the people, the way how they talk about him. Also, ビオラさん、その鍵私がルーシーに届けに行くよ。レベッカ、どの道じっとしていられないの、行かせて。よし、そうすべ、ルフィ先輩とこさ行くべ。もちろん俺も付き合うべ、任せとけ。レベッカ、あなたも町へ降りればドフラミンゴのゲームの受刑者。ただじゃ済まないわ。そういうことなら屋根の上を行きましょう。僕とカブさんがお供するです。ご安心を。インヘル、工場は任せてもいいですか。問題ない。偵察部隊の情報によればフラランドがセニョールピンクと交戦中のようです。フラランドと共に飛んだったみんなでマンシェリー姫と仲間たちを奪還してくるです。では後で。みんなゆっくりもしていられないです。必ずこの王の大事な王です。